決勝と1本で勝ち上がれて本当嬉しいですね。なんか練習やってきたことがやっと出せたなっていう感じです。エラ選手との決勝戦はどんな試合でしたか？まあ、正直すごいやりづらかったんですけど、アレーナさん舞台上がってくれ、上がってきてくれて信じてたし、自分も決勝上がって、まあ、試合中はもうアレーナさんはもうちゃんと相手として見て戦いました。実際あの肌を合わせて見てレナ選手どんな選手？やっぱり打撃の怖さはありましたね。もう落ち着いて対処できて、あの最後フィニッシュまで行ったという。まあ打撃に付き合っちゃったらこれまずいなと思ったので、やっぱりこう仕留められるところで行かなきゃっていうのは思いました。もう自分の中ではこの試合はコントロールできたって感じです、まあ、でもあんまちょっと覚えてないんですけど、まあ、結果決めることできたので、まあ、よかったなって思ってます。でこれでこのトーナメント優勝して、はい、まあ、女子格の顔になっているわけです。今後の何かありますか？まあ、今後も、まあ、これからも本当まだまだだと思っているので、まだチャレンジャーとしても頑張りたいし、やっぱり終わる立場にもなると思うので、そっちの部分でも頑張りたいし、でも本当にまだまだこれからだって自分でも思ってるので、頑張ります。これからありがとうございます。他に質問ある方？最初のテイクダウンが切られたんですけど、あそこでこう触れてかなり言われたことで、あの心理的に何かこうどんな感じになりました？逆に切られちゃったって思いましたね。取れるって思うよりもやっぱりちょっと焦って、打撃じゃやっぱりすごい決めてきてるので、レイナさんも今までの試合でこれ寝かした時に行かなきゃいけないなって思いました。最後テイクダウンできたのはあれはどう詰まりましたけど最後ちょっとどんな形で本当覚えてなくてすごい緊張してだけど、そうです、バック回ってこれもいけると思ったんで、ここしかないと思って、もう決めてきました。じゃあ、足をかけて、相手から伸ばしたもん、自分こう動きが、やっぱそうですね、練習やってることが出るなと思いました。勝因は何だったんですか？まあでも本当に今まですごいやっぱり練習をやってきて、今回はそれが本当に自信となったんで、やっぱり練習をやってれば結果出るなって思います。最後は、まあ、レアさん落として勝ったんですけど、まあ、相手が落ちた瞬間というのは分かったんでしょうか？そう、勝った方ですね。レアさんが答えて、あ、落ちたんだっていうのを自分がやってては分かんなかったです。結果が出た後、大の字になってるのが印象的だったんですけど、この時はどこを見ていたんですか？大の字になりましたよね、カメラ。なんかまあ、でも、やっと終わったって感じでしたね。本当に今まですごいきつい練習をやってきて、それが全部出せて、終わったって思いましたね。先ほどレア選手がここでして、リングの上で、まあ、絶対やり返すな。言われましたね。もう絶対やり返すからなんて言われて、もうさすがですって言って、もうさすがレアさんって感じですね。またやっぱりまた大変そう、気持ち詰めた。まあ正直やりたくないですけど。でも本当に試合前も本当どうしていいか分からなくて、でもレイナさんが試合となったらやるしかないからって言ってくれて、本当に試合ができたので、本当になんていうんですかね、やっぱりファイターとしてすごい尊敬します。今まで女子格闘技を引っ張ってきた選手が勝って、まあ、ベルトを巻いたわけですけど、どうですか、ベルトの重みを感じますね、かなり。やっぱりこうベルトも狙って、まあ、去年負けて、
泣いて、そこから今日は嬉し泣きしてっていう、なんか本当に1年すごい変わったなって思いますね。毎年変わったってことなんですけど、今年は6勝して、まあ、6勝を終わりを、はい、まあ、未来は、まあ、エンドして6勝を終わりを今年1年振り返っていこうかな。今年は本当いろいろ変わって、やっぱり高校生から本格闘家になって練習量も増えてて、本当にいろいろ変わった年で、まあ最後こうよく終われてすごいホッとしてます。まあ今回優勝賞金から半額のやつを獲得したんですけど、はい、それはどう使われるんですか？全くその賞金に関しては考えてなくて、ベルトは取りたいなと思ったんですけど、そうですね、まあ本当に想像もつかないぐらいなんで、これからちょっと気持ちも落ち着いたら、ね、まだ何に使うとかそういう予定は全然ないです。朝倉選手は、まあ、お父さん、まあ、お父さんとの関係も紹介してるんですけど、はい、あの何か声をかけられました？まだ昭和で話してなくて、テレビで画面越しでこう泣いてるの見えて、あ、勝ってよかったと思います。まあ、今試合終わって、まあ、ちょっと正月はゆっくりできるかもしれない。ガンガンは何かしたいと思います。まあ、本当にゆっくりできれば、まあ、それでいいですね。本当にここまで頑張ってきたんで、ちょっとゆっくりして、でまたすぐ練習も行っちゃうと思うんですけど、まずは本当に一人で落ち着いたんでよかったです。まあ、2018年は、まあ、新しい大事な女子エースとして活躍するようになったんですけど、まあ、2018年もどのような年になるかしたい、そうですね、本当にこのベルトの持ち方もわからないぐらいなんですけど、まあ、やっぱりチャンピオンになったからこそ、本当に何て言うんですかね、チャンピオンとして、まあ、ライジン出場して引っ張っていけるような存在になれるように、まだまだこう足りてない部分がたくさんあると思うので、でも頑張ることがいっぱいあって、本当にだからこそ格闘技って楽しいなって思います。